はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、今日は白鳳文化の建築を覚えていきましょう。薬師寺等々ということですね。はい、薬師寺等々、はい、免除ちゃいますよ。はい、はい、薬師寺亜生さんが等々に入ってるわけじゃないですよ。はい、はい、構成の美ということになるんですけど、構成の美、はい、構成の美ということで絵描き取りましたよ。はい、今日は結構うまくできたかなと思います。はい、今日は3層構造になっているこの構成の美、これが薬師寺等々でございます。はい、実物はね、Google でですね、画像検索しておいてください。はい、薬師寺等々ということでこんな感じで、こう3層構造になって、こうマイクでやってんなみたいな、そういう感じです。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。